はい、どうもお待たせでございます。渋谷実況続き帰っていきたいと思います。前回素晴らしいバッドエンドを迎えたんですが、加納さんね、なんかまだ今んとこ選択肢が見当たらないので、次12時1時か。あ、ここでやっぱりなんか分岐してんのかな。まあいいや、他のキャラ進めていこうかなって思ってね、ちょっとね、後ろの方に何か見えると思うんですけど、見てこのいい笑顔これをやらざるを得ないよねってことで、タマやっていきたいと思いますいい顔してんな。よいしょ。いろんなキャラをまんべんなく進めていくスタイルでいこうかな。あと1時間でバーニングハンマーの即売会が始まる。素晴らしい。文句のつけようがない顔ですよ、これは。チリは差し入れのスナック菓子を次々に平らげている。このスナックの飛び散り具合とかも完璧ですよね。この写真撮った人天才やわ。うわぁ、タマちゃんお腹空かないの？食えねえんだよ。つきますよ。私はぶっきらぼうに行った。ちょっとグレてるやん。この着ぐるみ着てから口にしたのはバーニングハンマーとお茶だけだ。あらやだ、何その恨めしそうな言い方。だってチリさん私のお弁当まで食べちゃうし。違う、あれ賞味期限12時までなんだって。嘘でしょ。うん。チリはゲラゲラと笑ってグビグビとお茶を飲んだ。えぐい人だな。はい、お昼休憩終わりです。仕事です。柳下が入り口から顔を覗かせた。まるで休憩した気がしない。むしろ休憩前より精神的には疲労していた。3階の倉庫にアナゴッチっていうおもちゃがあるから持ってきてくれないかな。アナゴッチですか。明らかにインチキ商品臭い名前だアナゴッチ知らないの。柳下がびっくりした顔をする。うわー、東京湾を舞台に自分なりのアナゴを育てる今話題の携帯型育成ゲームなんだ、アナゴッチは。後ろの SE うるせえな。毎日餌をやったり、糞の始末をしたり、遊んでやることでアナゴが育っていく携帯ゲーム。育て方によって普通のアナゴ丼、究極のアナゴ寿司などのアナゴの末路が決定する。まあまあえげつないゲームですね。赤外線通信にも対応しており、別のアナゴッチから友達を連れてくることもできる。姉妹品にマスオッチがあり、これと通信すると双方のキャラクターが連れ立って居酒屋に入っていくというイベントを見ることができる。なんなんこの設定、どこまで凝っとん。こんなしょうもないとこまで凝るのがすごいな。聞いたことないですけど、まあ日本での知名度はいまいちかもな。ニューヨークの若者たちの間じゃもうすっごいことになってるらしいよ。絶対嘘や。ニューヨーク、ニューヨーク、でもなぜニューヨーク。とにかくその情報を素早くキャッチした私は、先月大量に購入してたね。お前絶対仕事向いてないって。ビジネス向いてないよ。柳下さん騙されたと。チリがリアルなオチをつけた。ウィーン解像度の高い写真やな。突然柳下はだらしない声を上げた。初めからお金しの話だったんだ。だって考えても見てよ、鼻毛まで見えるぜ。きっちりすごいライトやな。ニューヨークの若者が東京湾を舞台にアナゴを育てて何が面白い。自分に言い聞かせるような言葉だった。分かってたんなら騙されんなよ。そもそもアナゴにキャラクター性なんてゼロだよ。それは私だって分かってた。分かっていたんだ。くどいな。じゃあなぜ買った。ツッコミもめんどくさくなってきた。で、倉庫代だってバカにならないからリサイクル業者に引き取ってもらうことにしたんだ。柳下はがっくりとおなだれると、そのまま灰になった。灰になった。この時柳下はあるセリフを心の中でつぶやきました。そのセリフとは一体何でしょう。そう、正解は真っ白な灰になっちまったぜ。お見事、おめでとう。あなたはおそらく昭和生まれ。うるせえ灰になったって言われたら確かに明日のジョーを思い浮かべるけど昭和生まれだよ。そんな柳下とは対照的にチリがにんまりと笑っていった。でもアナゴって美味しいよね。チリ君ありがとう。感激したようにチリの手を強く握った。いや別に社長のこと褒めたわけじゃないけど、同じことさ。自分が仕入れた商品にはそれぐらい思い入れがあるんだよ。アナゴッチイコール私。
アナゴっちのプレイ動画、適度な食事と、適度な運動がいいアナゴを作るコツ、中盤に訪れるかっぱ橋道具町道具街で、切れ味のいい包丁をゲットするのも攻略の重要なポイント攻略とかあんの？たまごっちって別に攻略するようなゲームじゃなかったけど、攻略要素が必要になってくるんやな。もっと言えばアナゴイコール私。さあ褒めてアナゴ。アナゴの寿司だったら100貫までは前菜で意気投合している。100貫、どんだけ食うんや。そんなに食ってたらその体型じゃ済んでないやろ。この二人いいコンビかもしれない。嬉しいよチリ君、ありがとうありがとう。なんだかわけはわからないが、柳下が慰められているのならそれはそれでいいだろう。私は二人を放っておいて倉庫に向かった。きしんだ音を立てて倉庫の扉が開いた。もうどんなシーンでも癒されるわ。電気のスイッチは手探りで明かりのスイッチを探す。着ぐるみ越しの鈍感な手探りではスイッチ一つ見つけるのも苦労する。壁を適当に撫でていると不意に辺りが明るくなった。どうやらスイッチに触れたようだ。なんだこれ。ん？倉庫の中はインチキ商品で溢れていた。子供が落書きしたような絵画、確実に5センチ背が伸びるという歌い文句の変な形の帽子夜店で売ってるような安っぽいペンダントにはミラクルストーンと書かれた商品札がついている。ミラクルストーン、ただのガラス玉に過ぎないものの仕入れ価格は1個ないくら5000円バカじゃないの。本当なら1個1万円するところを100個まとめて買ってくれたら半額にすると売り主に言われ、まさにミラクルと大喜びで購入した。こんなものを買い集める柳下の存在がある意味でミラクルである。ゾウは自分の死を悟ると群れを離れて一人墓場に向かうというが、このインチキ商品たちも行き場を失い自然とこの倉庫に集まってきたのかもしれない。アナゴっち、アナゴっち。目当ての段ボール箱はすぐに見つかった。キャッ！視界の端を黒い影が横切った。G ですね。あー、リアルリアル。あれだ。あれ、黒い。平べったい、すばしっこい、食感が長い、台所でよく見かける、レストランの料理になぜかこれの足が入ってる。やめろやめろ風評被害やあの素早さといい、大きさといい、黒さといい、間違いなくあれだ。わかんないよ、コオロギかもしんない黒光りするあれはアナゴッチと書かれた段ボール箱の影からこちらをじっと見つめている。今にもこっちに向かって飛びかかってきそうだ。マジでなあ、ほんま、まだ春先やから多分大丈夫だよ。夏場飛ぶからねこいつら。私は、戦いを挑んでいいことなさそうなんだよな。段ボール箱を抱えて逃げ出そう。私は段ボール箱を抱えて逃げ出した。勝ったでしょ。これ戦略的撤退ですよ。控室に戻ると柳下はまだチリの手を握っていた。しつこいな。アナゴは塩焼きにしても美味しいわね。ありがとう。俺うなぎは好きなんだけど、アナゴはあんまり好きじゃないんだよね。でもやっぱり天ぷらが最高よね。ありがとう。柳下は随分気を持ち直したようだ。美味しいお寿司屋さんとかで出してもらったら美味しいんだけどね。そりゃそうかって話なんだけど。はい、持ってきました。私は段ボール箱を差し出した。ありがとう、君たちは本当にいい子だ。柳下は感極まった様子で叫んだ。そうだ、いいこと思いついた。3人で会社を起こさないか。遠慮します。私たちには声を揃えた。いいなぁ。癒されるわ。チリはチリで癒されるし、タマはタマで癒されるし、即答だな。まあいい、今日のところはバーニングハンマーを売ることに集中しよう。それでそのバーニングハンマーはどこにあるんですか。倉庫には置いてなかったし、この控室でも見かけない。そうそう、搬入口に置いてあるから今のうちにみんなで運んでしまおう。ついでにアナゴっちも持ってっか。そろそろ業者が取りに来る時間だし。さあ行くぞ。フラグやな。私たちは柳下の後について搬入口へと向かった。なくなってそう。搬入口はガランとしていた。バーニングハンマーは影も形もない、わかりやすいフラグやったな。ない、柳下がポツリと言った。ない、ない、バーニングハンマーがない。パニックを起こしながら搬入口をあらゆる角度から見渡す。
ジャンプしたり寝転がったりしてるが、どっから見たってないものはない。そのリサイクル業者が持ってったんじゃないの。ついさっきまでここにこうしてこんな感じで、ほら搬入口の外で車の動き出す音が聞こえた。ほら、あ、一台のトラックが走り出そうとしてるのが見えた。荷台には段ボール箱やゴミのようなものが山と積まれているてかこの積み方ダメでしょ、軽トラで。まずいよ、紐とか通してないやろこれ。社長、まさか。あれ、柳下はトラックに向かって駆け出した。私のバーニングハンマーだ。声が完全に裏返っていた。私のバーニングハンマーだ、返せ、返してくれ。しかしトラックのスピードに勝てるはずもなく、無情にもバーニングハンマーは持ち去られた。あれ途中で落ちるよ多分。バーニーカムバーク、積んだな、人生が積んだなこの人。柳下の叫び声がビルの谷間にこだまする。まるで映画のワンシーンのようだ。なんだあのトラックは。タマ君、あれは何なんだ。私に聞かないでくださいよ。あんな荷物を積んでまるでリサイクル業者じゃないか。そういった途端柳下ははっと何かに気づいたような顔になった。リサイクル業者。柳下の顔がみるみる青ざめていく。私もリサイクル業者という言葉にピンときた。ひょっとしてあのゴッチと間違えたんじゃ。探す、あのトラックを探すぞ。柳下が大声を発した。チリ君、タマ君、手分けして探してくれ。どうして私たちが。二人で声を揃えた。チリめっちゃ嫌そう。即売会なくしてバイトなし、正義なき無賃労働だよ。そう言われてしまうと従わないわけにはいかない。っていうかもう帰らせろよ何としてでもトラックを見つけなければ。ってか昼の12時の天気っていうか明るさじゃないよね外。もうこれ完全に夕方でしょ。夕方に写真撮ったやろ。まだ遠くには行ってないはずだ。死ぬ気で探してくれ。私たちは顔を見合わせて小さなため息をついた。どうする、一緒に探す、それとも手分けして。チリが尋ねた。手分けするか。一緒に探してもね。じゃあ手分けして。私たちチリは手分けをしてトラックを探すことにした。センター街にやってきた。うろうろと辺りを見ながら歩いていると、正面から来た親子連れにぶつかってしまったついさっきまで死のうとしてた人だね。娘に自殺道具買いに行かせたおじさんや。遠山照代と遠山花、昼ご飯を食べにセンター街にやってきた。昼ご飯は一丁前に外で食おうとするんやなさっきまでは渋谷一丁目にあるヘブン出版という出版社にいた。安くて美味しそうな店を物色していたところ、周囲をキョロキョロと見ながら歩いてきたタマとぶつかった。すいません。私慌てて立ち上がり、父親に頭を下げた。あいたすいません。同時に起き上がった私たちはしたたか頭をぶつけ合った。再びうずくまる父親を置き去りにして女の子が歩き出す。もしかしてあれから、花ちゃんお父さんにとどめを刺すためにあれを買ってきたのかな。待ってくれよ花。父親は慌てて娘の後を追いかけていった。娘の名前は花というようだ。まだ10歳そこそこにしか見えなかったが、妙に冷めた感じがする女の子だった。多分お父さんのこと嫌いですねあれはちょい神木さん出てくるね。飛行船まで飛んでるよ。渋谷駅にも来てみたが、やはりトラックの姿はない。てか飛行船で広告って金かけすぎじゃない。今あんのかな飛行船って。あてもなく探して見つけるのは不可能に思えてきた。12時35分、即売会まであと25分。それまでに一人で見つけられる自信はない。ああどうしよう。おお、ここまでになっちゃった。次どうしようかな。大沢あたり行っとこうかな。俺ね、下手したらアチが一番進めるのをワクワクしてるから、アチを結構後回しにしたい感もあるんだよね。みのり川はうるさいから大沢さん行こう。雨が止まない。いつまで経っても雨が止まない。雨降ってないよ。あの日からずっと心の中に雨音が刻まれている。詩人かよ。心をかき乱す雑音は全て排除して生きてきた。
しかし、あの雨音だけはどうしても心の中から消えない。南アフリカ？大沢はアルバムの最後のページに挟まっていたポストカードをぼんやりと眺めていた。2年前マリアと一緒に中東に行った時に買ったものだ。元来はイラン、アフガニスタンとその周辺の地域を意味したが、現在ではインド、アフガニスタンを除く西アジアから地中海沿岸のアフリカ北東部を含む地域を指す。ただし日本ではイスラームの影響の強い地域をまとめて中東と呼ぶこともある。大沢が中東に出張するというと、マリアはついていきたいと言い出した。中東問題に興味を持ち始めていて、どうしても現地に行ってみたかったらしい。パレスチナ地域にイスラエルを建国したユダヤ人と、そこにもともと住んでいたアラブ人との間で起きている摩擦、宗教と歴史が複雑に絡み合った紛争であり、とてもこの場で語り尽くすことはできない。いや、無理に語ろうとしなくていいんですけどね。これなんかこのアフリカのこのなんだ、アフリカじゃないわ、こういうなんかなんていうんだろう、複雑な家庭状況が誘拐に絡んでるのかな。普段はほとんど話をしないので、マリアの態度に大沢は面食らった。飛行機の中でのぎこちない会話や、一緒に食事をした時の気まずい沈黙が随分と遠い記憶として思い出された。親子関係は良好ではなかったんだな。奥さん困ります。部屋の外から梶原の声が聞こえた。なんでよ、ちょっと出かけるだけでしょ。こいつらはほんと、梶原と愛が口論しているようだ。いつものように生活して構わないと言ったのは誰。いや、ですが、ただ待てって言われる人の身にもなってよ。愛が金切り声を上げているので、大沢は眺めるために書斎から出た。マジでなんでこの人と再婚したし。人を見る目なさすぎるよ。待ってください、奥さん。ちょうど階段を降りかけたところで、梶原の制止を振り切って愛は外へと出ていった。自分が何を言っても愛はどの道出ていっただろう。下手に引き止めれば騒動はますます大きくなっていたに違いない。そうならなかっただけマシだと思い、書斎に戻ろうとすると梶原と目が合った。仕方なく階段を降りて梶原に頭を下げた。破天荒というか天真爛漫というかね。どこ行くんですかね、こんな時に。梶原が首をかしげた。私に聞かれても。ですよね、奥さんと言えども結局は別の人間ですもんね。ちょっと哲学っぽいこと言うな。大沢の右眉がつり上がる。その通りだが、なんか気に障る言い方だな。いやいや、ただ事件が起きてからお二人とも自分の部屋に閉じこもっているもので、話しているうちにだんだんとイライラしてきた。だから夫婦の会話がないなと。ある調査によれば、夫婦の会話がほぼ皆無という家庭は全体の 6% に当たるらしい。あ、逆に 6% しかいないんや。もっといそうやけどな。その理由は疲れて話す気力もない、途中で喧嘩になるが多く、中にはそもそも話すネタがないという回答もある。そんなもんなんかい。余計なお世話だ。まあな、余計なお世話だな。大沢が不機嫌そうに言うと、梶原は小さく頭を下げた。大体会話がないのは今に始まったことじゃない。そもそも私は無駄な会話をしない主義なんだ。まあ俺もどっちかっていうと相当喋らない方だと思うけど。大沢健二には丸一日何も会話をしないで終える日がザラにある。口を開くのは歯を磨くためと食事を取る時だけ。これまで14日間連続で会話なしの記憶を持つ。それ何の記録？誇らしいものではないよ。はあ。梶原が納得できなさそうな顔をする。ウイルスのような微小生物は会話などしない。それでも生きるために増殖を繰り返す。ウイルスのことを思い浮かべると、大沢は体を何かで貫かれたような感覚に襲われ、自信がみなぎる。明確な目的さえあれば会話など不必要だってことだ。では大沢さんご夫婦にとって明確な目的は？決まってるじゃないか、家族であるということだよ。俺もあんま納得できないな。梶原は腕組みをして考えている。まあ大沢さんが無駄な会話をしない主義だってことは分かりました。分かればいい。梶原は一度腕組みを解くと、再び組んで眉間にシワを寄せる。
しかし妙ですね。それにしては私と随分無駄話をしている気が。この人なんな君が話しかけてくるからだろう。私はそれに付き合ってるだけだ。思わず血管が切れそうになった。どうしました？田中がリビングから顔を出した。もうちょっと顔の出し方あるくない？ちょうどよかった。合成写真みたいになってるよ。話がある。大沢は田中を呼び寄せた。梶原さん、悪いがちょっと外してもらえないか。梶原はその前に座り込んだまま動かない。梶原さん。大沢がきつく睨むと梶原はニコニコしながら答えた。何でしょう。何でしょうじゃない、外してくれ。聞かれてはまずい話ですか。ああ、仕事の話だ。外部の人間に聞かれたくない。そうですか。梶原はしぶしぶと腰を上げリビングに入っていった。なんか普通に勘に触るな、この人。そういう性格の人なんかわざとやってんのか、どっちやろ。田中、例のメールなんだが。言いかけて当てて口をつぐんだ。やめろ。梶原がこちらをじっと見つめている。ほんとやめろ。何をしている。いや、見てはいけないんですか。大沢の顔が見る見る赤くなる。見てはいけないとは言われなかったもので。そんなもの常識で考えればわかるだろうが。俺も嫌いやわ、梶原。梶原は寂しげな表情でリビングのドアを閉めた。大沢は大きなため息をついた。人との会話にこれほどエネルギーを使った記憶がない。刑事変えてもらえばいいのに。それで、話というのは。あのメールのことだが、わからないんだ。牧野常務はどうやって抗ウイルス剤を外部に持ち出したんだ。開発途中の新薬を外部に持ち出す場合、大沢を含めた執行役員会議での承認が必要になる。つまり大沢に内密で抗ウイルス剤を外部に持ち出すのは不可能なのだ。大沢の質問に田中はためらいながら答えた。社内における社長派と会長派の争いはご存知ですか。田中のこの問いに大沢は首を左右に振った。根っからの研究者であるため派閥争いには全く興味がなかった。抗ウイルス剤は牧野常務を中心とした会長派の研究なんです。だから、担当執行役員である牧野常務ならば会社の承認がなくとも。いや、それにしてもあのセキュリティはどうする。研究所から抗ウイルス剤を極秘に持ち出すのは物理的に不可能だった。なぜなら抗ウイルス剤の保管区域に入るためには大沢と田中の指紋認証が必要だからである。ほう。指紋で個人を認証する技術、生体認証かっこバイオメトリクスという人間の身体的な特徴を用いて個人を認証する技術の一分野で、手のひらの静脈や角膜と水晶体の合間の薄い膜である、虹彩を利用するなどの技術もある。つまり基本的に2人が揃っていなければ保管区域には立ち入ることすらできないのだ。危険なウイルスを扱っているため抗ウイルス剤が保管されているエリアにたどり着くには ID カード照合、指紋認証などの36個を通過しなければならない。また研究所の入り口には複数の警備員が24時間体制で配置されており、外部の人間が保管区域内に入り込むのは不可能に近い。へえ、確かにそれはそうですね。田中も首をかしげた。大沢は言った。指紋認証プログラムを書き換えたのかもしれない。保管区域の出入り履歴を調べてみよう。牧野常務に会って直接話を聞くしかないな。まあ喋るとは思わないんだよな。これが一番妥当かな。保管区域の出入り履歴を調べてみよう。署内への出入りには誰であろうと必ず警備員に ID カードの提出をしなければならない。その記憶は漏らさずコンピューターで管理されていて、そのロゴを見れば不審な出入り記録をチェックすることができる。それはもう調べました。特に不審な履歴は見つかりませんでした。じゃあなおさらだよ。田中は首を小さく振りながら言った。ご心配ならご自分で問い合わせてみては。いや、わかった。大沢は渋い顔でうなずいた。抗ウイルス剤が臨床試験に使われたのは事実だ。牧野本人か、あるいは牧野の息がかかった誰かが研究所から持ち出したのは間違いない。しかし、どうやって。誰にも気づかれずに持ち出す方法などあるだろうか。いくら考えてもわからなかった。小さな音を立ててリビングのドアが開いた。
梶原の顔が構築して青ざめている。そうかい？なんかニヤついてるようにしか見えないけど。大変なことになりました。最悪の状況が頭に浮かんだ。まさかマリアの身に？違うやろな。違います。ゆっくりと首を左右に振った。じゃあなんだ？声が震えた。いいですか、落ち着いて聞いてください。梶原の言葉に大沢は息を飲んだ。実は絶対ろくなことじゃないよ。トイレが詰まってしまったんです。大変だ。それは大変だ。クラシアンに電話しないか。大沢はラバーカップを手にしてトイレの詰まりを必死に直していた。ラバーカップ、棒の先に柔らかい半球状のゴムがついた掃除道具。詰まった流し口に押し付けて、その圧力で異物を押し流すことができる。正式名称はラバーカップだが、この名前で呼ばれることは少なく、すっぽん、ずっぽん、ズボズポ、ずっぽん、ずっぽん、カッポン、カッポン、カッポン、ガッポ、チッポン、実に適当な呼び方をされる。いや、俺ラバーカップって言うけどな、これ。そのすぐそばでは梶原が床を雑巾で拭いている。まさか、こんなことになるとは。そりゃこっちのセリフだ。なんでこんなことに。なんか汚いな。ぐいぐいとラバーカップを便器に押し込む。トイレの詰まりを直すなんて生まれて初めての経験だった。しかし不幸中の幸いでした。何が幸いだ、これは不幸中の不幸だろ。いや、まだ用を足す前でしたから。真顔できっぱりと言うと、梶原はバケツを持って洗面台に向かった。はあ、怒りを我慢しながら何度も何度もラバーカップを押す。滑稽だ、あまりに滑稽すぎる。これが娘を誘拐された父親のすることか。それは関係ないでしょ別に。仕事で最大のトラブルに巻き込まれた男のすることか。治りましたか。田中がトイレに顔を出した。小便だったら2階のトイレを使ってくれ。いえ、ここで結構です。そう言って田中は急にトイレのドアを閉めた。何何、怖い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 。狭いトイレに二人がぎゅうぎゅう詰めになる。なんだ。田中が鏡越しに大沢の顔を見つめる。そして大沢にだけ聞こえるほどの小さな声で言った。待ってたんです、二人きりになれるの。怖い。え、なになに、そっちの人。え、真剣な眼差しに見つめられて大沢は目をそらすことができなかった。所長、少しの間静かにしてもらえますか。田中の瞳が心なしか潤んでいる。すぐ終わりますから。つぶやく田中の生温かい息が大沢の顔にかかる。田中が懐に手を入れた。え？え？あかん、あかん、あかん。指が勝手に C を選ぼうとさせる。わかった、好きにしてくれ。大沢静かに目を閉じた。心の準備はいいですか。いや、さすがに唐突すぎて正直混乱している。わかります。しかし思えば、君と私は一日のほとんどの時間を研究所の中で過ごしてきた間柄だ。遅かれ早かれこうなっていたんだろうな。所長、目を開けてください。ほら、これを見て。勘弁してくれ、いきなりそんな。お願いです、見てください。いや、無理だ。僕一人じゃどうしようもないんです。びっくりなさると思いますが、見てください。びっくりするほどのものなのか。ええ、きっと。目を開けてください。わかった。いや、やっぱり無理だ。辛いんですよ、僕だって。わかった。意を決して目を開けると、田中が携帯の画面を突き出していた。見てください、これ。え？液晶画面には思わぬものが表示されていた。あー、ここで、うわ、気になるところで止めんな。くそー。うわ、でもなんかどんどん話が進んできてるような、進んでないような、よくわかんないな。進んできてるなーって言おうとしたけど、そういえばそんなに進んでないなーって思ってしまった。はい、ってことで今回ここまでで終わりましょうか。次回どうしようかな。みのりかわやって、あっちに行こうかな。はい、ってことでまた次回続きやっていきますので、よければまたお付き合いいただけると嬉しいです。それではまたね。